ンバスちゃん。はい、皆さんこんにちは。岩手をこよなく愛する岩手在住音楽ユニットアンダーパスのアマー君と、はい、よろしくお願いします。さあ、ミカちゃん、いやー、7月、はい、ね、1日からアンダーパス、ね、YouTube チャンネルアンパスちゃんということで、本格参戦を YouTube にね、させていただいて1ヶ月経ちましたよ。怒涛でしたね、はい、怒涛。そうだね、本名名字は後藤ですけども、怒涛でしたね。はい、1ヶ月前に、はいはい、YouTube やりたいよっていう告知動画を出して、そうだ、ね、本当は、週に3回ね、投稿、そう、月水金で配信という形で、スタートで、ね、お知らせを6月のうちにさせていただいていたんですけども、5月6月、まあ、約2ヶ月、うん、準備にね、それこそ新しくね、こうパソコンを導入したり、また、動画の編集のソフトをこうね、購入して、もう毎日毎日徹夜でさ、というわけもわからぬまま、ただもういっぱいね、チュートリアル動画 YouTube でそれこそね、たくさんのね方々の見させていただいて、あ、これこうやんの、こういうのやりたいんだけどどうやるんだろう、また調べてポチ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 してね。それ何、これポチポチって何をポチポチして、これね、わかんない、ゲーム機、あれじゃ任天堂スイッチ。週3回っていうのさ、ちょっと自分であれでしょ、抑えめに考えたでしょ。いや、抑えてないですよ、全然。でも全然抑えてないですよ。だいぶね、攻めてたよ。で、僕がね、まさに目指している、いつかね、コラボさせていただけるように頑張りたいなと思っている、日本のトップ YouTuber のお一人であるヒカルさん。で、ヒカルさんとお兄様のマエスさんとの、まあ、そこみたいな感じ、ヒカルさんが、まあ、僕がヒカルさんかな。まあまあ、どちらかというと、そう、突っ走るタイプね。で、マヤさんをその支えるっていう感じじゃないですか、お兄さんはね。で、ミカちゃんも僕のやりたいことを、その野望だったりとか夢とか目標を実現させるためには、じゃあ今どういったことを、はい、分析して何をできるように、今このステップの今のスケール感でフィールドでは今何ができるようにならなきゃいけないのか、で、見てる、このなんていうのかな、目標は明確なんですよね。明確で、じゃあここに行くために今自分たちのスケール感でどういうふうに確実にステップアップできるかみたいなことを、まあ、こうロジックを語ってくるわけですよ。語ります、語らないけど、提案を、提案するよね。そうだってね、何せね、2020年7月1日にスタートしたこの YouTube チャンネル、はい、今まではミュージックビデオとかしか出してなかったけど、うん、そうね、ここにたどり着くまで2年かかってるからね、私まさひろくんに YouTube やろうかっていう話、 YouTube ね、あなたのキャラは YouTube 向いてるぞと。そうだね。僕はね、ひたすらカッコつけたい人なんですよ、未だにね。かっこいいでしょ、皆さん、僕どう？かっこよくないですか？いろんな意味ではかっこいい。かっこよくない。なんかちょっと独創的だ。独創的だよね。そうなんですよ。芸術家の息子なんで、僕これでも。ここまでさ、まずさ、はい、この1ヶ月を過ごすまでの間に、はい、2年まさひろくんにこの私のおすすめは届かなかったわけです。まあまあ一切響いてなかったね。全然なんのこっちゃって感じで。いやいや、もうね、いろいろね、まあ、ヒップホップのね、ダンスのスクールとかもね、プロデュース運営もさせていただいたりですとか、まあ、様々なストーリー、紆余曲折があって、満を持して、まさにね、この YouTube、芸能界、ね、テレビ業界からも一気に参入されているわけですから、やはりこのタイミングしかなかったんじゃないかな。これからの時代のエンターテインメントでね、しっかり、お仕事していく、ビジネスさせていただくって上では、波に乗っていけなければ、やっぱりね、取り残されちゃうじゃないですか。いや、だから、乗ろうよってずっと言ってた。あ、そうだ、言うて3年前から乗ろうよって言ってたのに、いや、僕はもっとこうで、僕は違う、YouTube じゃないんで、僕はこうだとか、ああだとか、ね、YouTube 何それみたいな、タイプの方だったですね。まあ、正直。大体さ、いつもそうだよ。バカにしてたわけじゃないんですけど、マジで分かんなかったです。何かが分かんなかった。怖かった。そう、Facebook、SNS、Facebook 初めてやったのが Facebook なんですけど、僕ね。それもね、もうビビりで、何これ、姿見えないし、世界中になんかいろいろ情報広まっちゃって、これ、やばいやつじゃーん。広まんなきゃいけない人。アンチじゃーん。広まんなきゃいけない人だから。あ、そうか。広まんなきゃいけない人だ。アンチがつかないと仕事にならない人か。あ、そう、まあね、それでね、はいはい、私がアンチズム、いや、ちょっと全然進まない、やるかやらないかでやるを決めたんだったら、半端にやるんじゃなくて、もう
いけるところまでちゃんと自分たちを突き詰めて追い込めと。いや、そういう意味ではない。あ、そういう意味じゃないよ。僕はそうだと思ったからやったんですけど。めんどくさい。めんどくさいと思われるのがね、やっぱりね、エンターテイナーとしては絶対必要ね。もうとにかく、あ、手もし君も言っておられますからね。はい、止まんなくていいかな。そのやつだ。いや、もうあっという間に100万登録いってね。いや、本当に素晴らしい。もう本当にね、もう、あ、もう本当に尊敬しかないですね。私が毎日、食わず嫌いせずね。え？だから私が、毎日やろうって言ったのは、いろいろな方に知ってもらうためには、やっぱりね、毎日こういうことやってますよって言い続けたかったんですよ。まあ確かに。そう、それにはやっぱり毎日配信した新しいトピックスを皆さんにお届けすると。で、こんなね、私たちの日常とか、こうやって、なんかいつも言い合ってるんですけど、ね、そういうところもね、面白くお伝えできればいいのかなって、ね、そうだね。この僕らの新たな YouTube の活動、本格的にこれだけ時間を割いて、時間もお金もかけてるのがあからさまに分かる程度なレベルでやっているっていうことに対してですよ、もうすでにそれをいいと思って応援めちゃめちゃしてくださる方と、絶対それはアンパス違う、もっと音楽やれみたいな、音楽めっちゃ水面下でめちゃめちゃ当然やってるんですけど、表に見せてないだけで、もう本当にね、もう見事に皆さん賛否両論真っ二つ、ありがとうございます。これを目指してたんです。できることで皆さんに発信していくことって絶対さ、すごいことって自分が言うのもなんですけど、いやけど本当にね、やっぱり何事も挑戦するしないということであれば、自分がもしね自信を持っていなくても、これは自分は向いてないんじゃないかなとかって思うこと、世代を問わずね、たくさん皆さんそれぞれあると思うんですね。で、僕らアンダーパスもありました。まあ言ってみればコンプレックスしかほぼないと言っても過言じゃないんじゃないかなと思ってきました。ただ何かをしたいっていう、その挑戦したいっていう気持ち、はい、これが誰しもが持ってると思うんですよね。ただそれを実際に行動するかしないか、そうだ、このたったの2択ですけど、この一歩って大きな勇気が必要じゃないですか。で、僕ら今ね、キッズヒップホップダンススクール運営させていただいてます。で、今回ね、YouTube のこのチャンネルを立ち上げるにあたって、YouTube クラスというのもね、立ち上げさせていただきました。いろんなこと、ダンスだけじゃなく、こういった様々なところを、自分もね、どんどん挑戦してみたいという子供たちいるんだよね。で、実際に、オーディションもさせていただいて、たくさんの子たちが、挑戦してくれました。ただ、すごい、面白いね。これもね、あと、これからね、8月以降、YouTube クラスの様子も、随時、ね、こちらのチャンネルで、配信をね、させていただくんで、皆さん、楽しみとってください。すごい楽しいオーディションだったよね。その中で僕らを応援してくださる皆さんと共に、もっともっとでっかくなっていきたい、どんどんスケールアップして、めちゃめちゃ楽しいところまで、あそこまで行きますからね。あそこまで、ほら、あの辺ですよ。南十字星ですよ。僕ね、小学校の頃、ちなみにね、あ、ちょっと待って、南十字星見えてない。あ、見えてないの？見えてない、見えてないですよ。南半球じゃなきゃ見えてない。あー、見えてないです。ブラジルの皆さん、ブラジルの、確かにそっちタイプだ。いや、でもね、古舘さんが言ってた。あ、古舘さんね、古舘一郎さんがね、古舘さんと、中田あっちゃんが対談して言ってた、あなたみたいな人は、てか彼らもみたいですけども、おしゃべりする病だそうです。この間も言われました、スクールのね、ご父兄の皆さんも、いや、マー君先生も本当にノンストップですよね、どこで息継ぎしてるんですかって、ね、私そこで締めるのかなと思って。ああ、そういうことですね。チャンネル登録のね、者数の目標というところでは、まずは大きく1000人かけさせていただいたんですけど、まあ1000はね、まだまだいかなかったですけど、ただありがたいことに、今日この収録現在で340名を超える方々にチャンネル登録応援いただきました。本当に改めてありがとうございます。これからもね、このチャンネルを通じてアンダーパスのエンターテインメント、どんどんね、皆さんに、多くの方々に楽しんでいただけるエンタメコンテンツ、それからもちろん音楽、コンテンツもね、来年ついにアンダーパス4年ぶりにアルバム発売、全世界、発売決定します。これ相当やばい音源になるんで、皆さん期待しとってください。いきなり、もうド忘れしてテンション上がりすぎて、アカデミー賞じゃなくて、あれ、ほら音楽の祭典ですよ、世界にしよう。グラミー賞取っちゃいますから、皆さん任しておいてください。取る人は忘れないと思うよ。グラミー賞
もう10代の頃からずっと MTV でグラミー賞をね、ま、いつか取ると思ってましたから、もう止まって、グラミー賞のトロフィーここにね、 YouTube チャンネルで10万人の銀の盾、そして100万人の金の盾、そしてグラミー賞全部取っちゃいますから、皆さん楽しみにしとってください。有言実行アンパスマサヒロ、はい、有言実行アンパスマサヒロ、ありがとうございます。ということで皆さん、この動画いいねと思ってくださった方、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録も、せーの、チャンネル登録よろしくね。はい、チャンネル登録よろしくね。それでは皆様、8月からもよろしくお願いしますよ。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。せーの、バイバーイ。シャッテン。なんで出した。